こんにちは。天馬アカデミー堀秀夫です。たまにですね、日本アマゾン、あるいはアメリカのアマゾンでも、他の国に発送しませんかという、ご案内が送られてきます。例えばこれ、日本アマゾンから送られてきたね、ものなんですけど、この海外発送、手間もかかんないんでやっとくといいんじゃないのかなということでね、試してみると、結構痛い目に遭うことがあります。これどういうことかというと、海外発送して返品になった場合ですね、なんと驚いたことに、その発送送料、返品送料が売り主負担になります。だから例えば、国際発送でね、送って戻ってくるっていうと、送料がね、2、3000円とか、下手すると1万円とかかかります。商品がね、5000円で2000円しか儲かんないのに、輸送してはね、1万円送料が負担になっちゃったというのが実際に起こってます。そんなわけで、この海外発送っていうのは、設定しない方がいいです。海外発送対応してやるぐらいであれば、その国に、送っちゃった方がいいと。出品して、自己発送で送っちゃった方がいいと。FB は何しろ返品率が高いんで、この海外発送ね、結構痛い目に遭います。最近この案内が送られてくるんでね、利用者が減ってっているのか、あるいは推進しようとしているのかわからないですけど、海外発送のこの送料の問題、結構大きいんで、FBA の海外発送設定はしない方がいいと。逆にしている方は解除しておいた方がいいです。海外発送のね、返品の時送料はどうなるんですか？日本アマゾンに尋ねたら、これは出品した負担にはなりませんという返事でした。ところがこれ、間違えた回答でですね、出品者がしっかり負担させられます。もちろん、ね、出品者負担じゃないと言ったじゃないかと、ごねれば、多分アカウント削除されます。そんなわけで、FBA 海外発送、要注意ですんで、設定せず、あるいは設定している方は、設定をやめておいた方がいいです。また、ね、こういうケースはどうなんだというのがあればですね、ご質問ください。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。